だ、こんな時間に。どちら様ですか？どちら様ですか？我が輩は犬なり。犬だって？あ、そういえばどこかで見たことあるような。もしかして僕が飼ってるポチか？そうなの？は？は？どうしてポチが腹をせて歩けるんだよ。こんなの初めて見たよ。我が輩も初めてのことなり。話すと長くなるから中に入って話してもよろしいか？え？まあ、どうぞ。どうぞ、座ってください。少しいただいてもよろしいか？あ、どうぞ。お腹が空いていて、話す前に食べておきたいなり。もちろんです。ごちそうさまなり。あ、もう一個食べますか？我が輩、豚でもあるまいし。もしかして、デザートがあるなりか？いえ。私はデザートを食べないので何も。あ、よかったら買ってきましょうか。いや、結構なり。お金がなくて贅沢はできないんです。毎月生計を立てるのがやっとでして、もし会社をクビにでもなったら僕はもうおしまいです。じゃあ我が輩の方がまだマシなりな。我が輩には飼い主がいるから、その心配はないなり。それはいいですね。我が輩が夜空を見上げていると、先ほど白い光が降りてきたなり。ワンワン。私は天国から来た天使です。あなたにはやってもらいたいことがあります。今からその仕事が終わるまで、あなたには人間のように話し、立って歩くことができるようになってもらいます。ワンワンワーン。天使様、はじめまして。私が話せている。本当に不思議です。どうしてこんなことが。前にもこんなことがあったんですか？犬は初めてですが、ロバは一度あります。あ、そうなんですか。でも犬は私が初めてなんですよね。光栄です。私は何をしたらいいんですか？簡単なことです。主なる神が人間になられたのがイエス・キリストだということをあなたの飼い主に伝えればいいのです。主なる神とはどなたですか？この宇宙の万物を作り上げた誠の神のことです。ではイエス・キリストとはどなたですか？その神が人間になられたのがイエス・キリストです。イエス・キリストは唯一人間を救うことができる方なのです。すごいいい方なんですね。では犬の私も救われることはできますか？この仕事をうまくやり遂げればあなたも天国に行けますよ。わあ。でもこれだけたくさんの人間がいるのに、どうしてわざわざ犬である私を使うんですか？以前神様が人間を使わせて話をしたことがあります。しかし人々はそれを信じませんでした。なので犬を通じて伝えるのです。そうなんですか。では私は何を伝えればいいんですか？神様の心です。神様の心？それはどんな心ですか？神様は
あなたの飼い主が天国に来るのを待ち望んでおられます。え？いや、私の飼い主が天国に行けるんですか？だってあの人は怒った時、私を蹴ったりするんですよ。人間は皆罪人です。その罪のために人が死ぬのです。そうなんですね。ただし、罪がなくなれば永遠に天国で住むことができるのです。え、どうやったら天国に住めるんですか？イエス・キリストを心から受け入れる祈りをするのです。そうすればイエス・キリストが私たちの全ての罪を許してくださるのです。私もイエス・キリストを受け入れたいです。犬は祈ることができません。その代わり、あなたの飼い主がイエス・キリストを受け入れれば、ポチも飼い主と一緒に天国に行くことができますよ。なるほど。じゃあ今すぐ飼い主に行って伝えます。よろしい。伝えるべきことは頭に全て入れてますので、心配しないで行ってきなさい。はい。それでこうしてやってきたわけですか？あなたは直接天使と話をしたんですか？そうなるよ。でもやっぱり神様が天使を使わせたなんて信じられませんよ。実際に今犬が話してるじゃないやりか。ああ、そっか。じゃあイエス・キリストを受け入れてくれるなりか。いや、ちょっとまだ僕は準備ができていないというか。ああ、もう、あなたがイエス・キリストを受け入れてこそ天国に行けて、そしたら我が輩も一緒に天国に行けるなりよ。でもあまりにも急で。こういうことは急に起こるものなり。こういう時にチャンスをつかまないでどうするなりか。わかりました。僕はどうすればいいですか？ひざまずいてください。はい。両手を合わせてください。はい。目を閉じて、誠の心で私に続いて祈りを言ってください。はい。神様、私は罪人です。神様、私は罪人です。わがままな人生を生きてきました。わがままな人生を生きてきました。綺麗な女性を見るとエッチなことを考えで罪を犯しました。私は綺麗な女性を見るとエッチなことを考えで罪を犯しました。私は怒った時は飼ってる犬を蹴ったり、何日も餌をやらなかったりしました。目を閉じて心を込めて言ってください。はい。私は怒った時は飼ってる犬を足で蹴ったり、何日も餌をやらなかったりしました。イエス様が神様の子であり、神様が人間になられた方だと信じます。イエス様が神様の子であり、神様が人間になられた方だと信じます。イエス様は私のすべての罪を許し、私のために身代わりとなって死なれました。イエス様は私のすべての罪を許し、私のために身代わりとなって死なれました。イエス様、私の心の扉を開きましたので、どうか私の心の中に入ってきてください。イエス様、私の心の扉を開きましたので、どうか私の心の中に入ってきてください。永遠に私の主になってください。永遠に私の主になってください。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。立ってください。おめでとうございます。これであなたは神様の息子となりました。本当ですか？それは素晴らしいことです。我が輩も本当に嬉しいなり。我が輩はもう行かなくてはならないなり。そんな、もう少しここにいらしたらどうですか？やるべきことがあるなりよ。そうですか。ではお気をつけて。我が輩の飼い主にイエス様という主ができたことを町中の犬に伝えて回るなり。
してもう私の心の扉を開きますね私の心の中に入ってきたいい方なんですね。では私は犬を作ってくださるんですか。犬なの？犬だって。あ、そういえばどっかで見たことあるような、もしかしてその罪、あ、ごめんなさい。人間分かれてます。ワン、ツー。人間はみんな罪人です。その罪のために人が死ぬのです。綺麗な女性を見るとエッチなことを考え、考えて罪を犯しました。エッチな女性を見るとエッチなことを考え、綺麗な女性を見るとこれで間違えた、間違えた、間違えた。こんなことがあるんですね。こんなことは初めて使ってるよね。前にもこんなことがあったんです不思議な話。